にちは、はじめまして、美容師 YouTuber の翔平と申します。よろしくお願いします。はい、こんにちは、夢チェンチャンネルの内田です。僕も美容師 YouTuber として、ネハンで働いております。さっき2年前ぐらいだったかな、始めた多分2年前ぐらいなんですけど、最初はやっぱインスタとかで画像をこう出して集客としてインスタを始めて、でその流れでこれ喋れる気がするなと思って、集客のためにYouTube をやろうって思ったりとか、あとは既存のお客さんとかにこう振り返れる媒体、なんかスタイリングのやり方とかを振り返れたらいいなって思って始めたのが多分きっかけですね。高校生の時に始めまして、それ何年ぐらいやってました？6年前ぐらいですね。かけがでも当時まだ YouTuber っていう言葉がまだない頃ですよね。ない頃で、全然それこそガラケーからスマホに移り変わったタイミングらへんでして、でなんか友達とこう動画綺麗だからって言って、なんか動画撮ってなんかいたずらしたりとか変なことしたりとかっていうのが、遊びがこう結構流行り始めてきて、今で言うとね TikTok とかあると思うんですけど、当時はなかったんですけど、 YouTube の、 あのアプリがもともと確か当時 iPhone かなんかに入ってまして、それを最初に見たのが、それこそヒカキンさんとか当時やられてた方とかを見て、ずっとその YouTuber さんの動画見て面白いなと思って、それでやってみようかなみたいな感じで、もう最初はだから遊びで。結構じゃあエンタメ寄りだったんですか？あ、そうです。全然最初はもう超変なことばっかりやってました。だいぶもう非公開にはしましたけど、美容学生になってからヘアセットだったりとか、そうなんです、今みたいな感じの、そのイメージがすごいありますね。はい、いやもうなんか最初恥ずかしくて、もうこっそりもう誰にも言わずにやって超わかる。で美容学生2年生の時になって、だんだんこうバレ始めてきた、なんか他のクラスに変な動画やってるやついるみたいな、すごいやっぱ変人扱いされましたね、当時は。話題にはなっちゃったんですね、やっぱり。そうですね。それこそ本当に2年前やられたっていうので、もうずっとリアルサロンワークみたいな。そうです、リアルサロンワークと診断系とかが多いですかね。顔のパーツでこうしたらもっと似合うとか、こういうタイプのパーツの人はちょっと可愛いって見られちゃう、幼く見られちゃうけど本当大人っぽくなりたいよねみたいな、カウンセリングを要は動画にしてるようなちょっとイメージで、最近やってるやつはすごいやっぱ伸びますね、やっぱそっちの方が。最近でもあれですよね、ちょっと自分主体になりましたよね。そうですね、僕が美容学生だった頃はメンズのヘアセットってのはなかったんですよ、そういうコンテンツが。そうですよね。そうなんですよ。なのでやれば本当に、見られるコンテンツではあったんですけど、最近で言うとやっぱりそれこそインスタだったりとか TikTok とかでもう簡単に誰でもできてしまうコンテンツ化してしまって、でまあ美容師さんがやってるから美容学生みんなもそれ見て真似てやろうみたいな感じで、結構手軽にできるコンテンツになってしまったので、今ヘアセット、メンズのヘアセットをやってもあんま再生数伸びないんですよ、全体的に。きついですよね。で頭打ちが見えた時に、まあ、どうしていこうかなって考えた時に、まあ、自分の生活だったりとかこのフリーランスっていう働き方をアピールというか、まあ、それをこうコンテンツにしてやるようにしてます、はい、そうなんですね。助かりましたね。でも難しいですけどね、やっぱ。そうですね、結局伸びる動画わかんねえという。今で言うとね、結構宿毛矯正とかだったりがブームだったりしますけど、まあ、それも、まあ、サムネイルだったり内容だったりでまたこう変わってくるんで、本当に美容系って難しいジャンルだ。難しいですよね、はい、男だしみたいなところ。そうですね、確かに。メンズ向けだからいいですよね。まあ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 。始めて、いやもうまあ最初は集客目的だったんですけど、集客目的で始めたんですけど、これは集客になるまでめちゃめちゃ時間かかるなって気づいて、そっから僕のなんていうんですか、理念というか人生のミッションみたいなのがあるんですけど、はい、僕坊主で野球部だったんで。ああそうなんですね。そうなんですよ。で初めて髪切った時に、はい、この仕事すごって思ったんですよ。9時5時で仕事したくないみたいな、あったんですよ僕は。はいはいはい、なんか同じルーティンしたくないなみたいな、はいはいはい、なんか人の人生を変える仕事がしたいと思って。へえ、なんかその時に髪切っちゃったもんだから、はいはい、もう雷が来ちゃったんですよ、もうビビビみたいな。なるほどですね、これだみたいな。その手段として僕が着る以外に動画で直接来れない人にも伝えられるなって思ったんで、はい、YouTube を始めるっていう風に、うん、
変化してたんですよね、うんうんうん、最初はなんか集客のため、要は自分のために YouTube を始めちゃったんですけど、はいはいはい、だんだん来れない人とか、まあ、直接来た人もコンテンツとしてどんどんこの情報量を増やしたりとかしていった時にすごい僕の YouTube が変わって、なんか初めてこうなんか YouTube として YouTuber としてこう変化した瞬間がそこだったなって思ったんですけど、やっぱ YouTube がなかったら今こうしてこうお話もしてないですし、本当にこう人生が180度変わったって言っても過言ではないですし、まあリアルな話すると YouTube でもあの広告だったりとかでお金いただけるので、すごいあの生活もすごく豊かにもなりますし、本当にもう何から何まで変わったかなっていう、そうですね。ですけど僕の動画は圧倒的に僕の喋りが多いんですよ。で情報量が多いみたいな、はいはいはい、でその圧倒的な情報量かける分かりやすい説明、うん、でこの分かりやすい説明かけるちょっと面白い例えみたいな、要は飽きさせない構成になるべくしてて、はいはい、分かりやすい喋り方をしていてなのに情報量多いっていう、もうだ例えるならハンバーグ、エビフライ、もう寿司みたいな。でもハウツー系ってどうしてもこう伝えたいこといっぱいあるからそうなっちゃうんですよね。そうなっちゃうんですよ。だからこれをいかに分かりやすく喋るかがすごい僕は気をつけているところが大事にしていることです。はいはいはい。で今みたいな今の説明まんまそうだと思うんですけど、例えましたよね今しか意識のうちに恐ろしい。数年前とかだと、まあハウツーを中心にこうやってたんですけど、うん、まあ誰かのためになることをこううまくこう伝えるっていうのがまあポイントだったんですけど、今で言うともう何ですかね、喜んでもらえれば何でもいいかなっていう、でもそうですよね、本当にそういうところで、うん、なんか視聴者のためになることをやっぱ一番意識するじゃないですか、はい、僕最近映像を見て、はい、なんか何かの動画で喋ってるの見たんですけど、はい、背景とかすごいこだわってるじゃないですか。あ、はいはいはい、あの白で統一してますっけ。そうですね、そう白と青、青ですよね、ちょうど今さあ確かに意味、僕はあのそれ見て、はい、これだと思って、あ、へえ、こういう観葉植物買って、あ、そうなんですね、背景の右側ぐらいにちょっと入れてる。へサロンのあの席に、あ、違います、あの家で撮ってるんで。あ、そうなんです、ね、そう、あのその一角だけ、はいはいはい、あの YouTube の背景を無理ぐりこう押して絵とか飾ってたからちょっと撮ってきて同じことを話したんですけど、それこそ本当に今美容学生さんとかも美容さんとかも、まあ、なんかセルフセットとかもう結構ありふれてるっていうか、うん、割ともうここ 1,2 年それこそコロナらへんで結構増えたなっていうのがあるので、まあ、美容学生さんとか美容師までやり始めの方とかが挑戦しようってなったら多分もう、ね、かなりやられてる方とかとこう技術の差がかなりあるので、どうしてもこう技術面で勝てないということに今なってるので、なのでもう美容師だからイコール美容っていうのはもうその時代は終わってて、もう本当に自分の好きなことを発信するっていうのが一番重要で、その好きなことを発信してそれに対してやっぱ視聴者さんだったりそれがこうだんだんファンになってくるので、ファンになればぶっちゃけどんな発信しててもお客さんって来るんですよ。一人埼玉で最近すごい人気になってきた、あのずっとゲーム実況マリオカートやってる美容さんいらっしゃるんですけど、全く美容のことやってるんですよ、はい、ずっとゲーム実況マリオカートやってて顔出しもしてないんですけど、うん、やっぱそれを見てその人にやってもらいたいって言ってすごい予約殺到してるっていう、そういう美容さんがいまして、だからもうあのジャンルとか全く関係なしに自分が本当に好きなもの、これが絶対好き、保管そこ負けないみたいな、そういったのを一つこう絞ってやるのが今後の、まあ、それこそ集客だったりとかファンを作るっていう上では大事な部分かなっていうのは僕はすごく、まあ、6年ぐらいやって感じてますね、はい、まあ、例えば YouTube やってる美容師の多分たっとしたイメージって多分ちょっとお金稼いでそうとか自分の動画発信して時間がなさそうとか、集客になってるのかどうなんだろうみたいなとか、そういうのが出てくると思うんですけど、集客のために YouTube をやるんだったらもう YouTube じゃなくてもいいのかなって個人的には思ってて、自分が楽しまないと視聴者は喜んでくれない、そうなんです、伝わんないんですよね、伝わんないですよね。
これが今喋ってるのもなんか本心で思ってると多分見てる人は分かると思うんですけど、これがなんかこのテンションでこうやって言ってたら楽しくないです見てても。だからそこがすごいこう思うんで、なるほど、なんかその人のことを知ると好きになるじゃないですか。なんか美容院選ぶ時とかってなんかその人のこと分かんないから予約しなかったりとか、はい、不安で行かなかったりとかするじゃないですか、はい、でもあこの人そうだこの前 YouTube でなんか魚食べてるの見たわみたいななったら行こうってなるんですよね。そうなんです。あのインスタと違って YouTube ってこう人となりをこうアピール伝えることができるというか、うん、自分自身のキャラっていうのが出せるので、うん、そこがやっぱ、まあ、一番違いかなと僕は思います。そう本当にね、そうです。情報量が圧倒的に違うんで、うん、スタイルを載せるわけでもなく、うん、お客さんの笑顔を載せるわけでもなく、自分が商品なんで、うん、自分がこの人面白そうみたいなので来れば、もう別に集客のためだったらそれはそれでいいのかなという気はするんで、うん、新鮮味のあるコンテンツというか、それこそ僕が美容学生やった時はヘアセット、メンズのヘアセットっていうのがやってなかったからすごい受けましたし、今でいう宿毛も他あんまりやってなかったからすごい受けてますし、数年前とかだったらもう大体は家でそれこそあの背景であののところでもう撮るっていうのがもうずっとまあ商品紹介したりとかヘアセットやるとか何に関してももうそこでやるみたいな感じでしたけど、今は自分のこうルーティーンというかその自分の生活をこうコンテンツにしてるので、それもサロンワークだったりとかどっか行ったりとかもそうですし、結構もうどこでもって感じですかね。ロケもするんですね。じゃあ ロケ的な感じのもしますし、なので場所とかそういうのこだわりはなくなってきましたね、まあ、カメラはあのなんだっけソニーの ZV-1 あの YouTuber 向けって言われてる あれいいですよね。ビデオカムみたいなのあるんですけど、はい、調べてください。あれでやって最初でも iPhone でした。あ、そうなんですか。 iPhone にあのつけれるあのライトニングになってるマイクがあるんですよ。はいはいはい、なんかあロードのやつ。あ、そうです、そうです、はいはいはい、そうあれ使ってて最初撮っててでどれぐらいだったかな、まあ、5、6000人ぐらい行ったタイミングでちょっとカメラ買うべと思って、はい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 、カメラ買った気がしますね。まあ、美容師商品シャンプーっぽいって思いませんでした？シャンプーじゃないです。まあ誰かがこう喜んでくれたりとか笑ってくれたりとかもう本当になんかそれだけでいいかなっていうのはずっと昔から変わらないので、うん。